次は弘文天皇陵の方に散歩します。弘文天皇は天智天皇の息子で、天智天皇が亡くなった後、一応皇位はつくんですが、まもなく壬申の乱で敗れて、半年後には亡くなります。そしてその後、天智天皇の弟が天武天皇として即位するわけですね。わずか半年ぐらいの皇位であったと言われています。その御陵がこの近くにありますので、そこへ移動します。これ庭園の池ですね。琵琶湖がよく見えるので、ちょっと琵琶湖を見ていきましょう。この手前にあるのが王子山公園スポーツ設備です。週末には、この日曜日には琵琶湖マラソンがありますけど、そのスタートとゴールがここになります。まあ前に近江富士が見えます。
で、こっちから向こうだ、こっちですね、行き過ぎたらいいか、それから降りまして、弘文院からこちら弘文天皇陵の方に向かいます。こっちが、こっちだな。違ったか、ここではなかったか、やはりさっきの道のようですね。
らいですけど、弘文天皇流山前陵という路地があります。ここが弘文天皇御陵です。壬申の乱で窮地に立たされた弘文天皇はこの付近で自殺をしたと伝えられています。それでここに御陵が作られました。明治までは弘文天皇は歴史には載っていませんでした。明治以降復活して弘文天皇として御陵ができたと、こういうことです。要するに壬申の乱に勝利した天武天皇は日本書紀を編纂しています。その時に弘文天皇の存在を抹殺したということですね。日本書紀には書かれていません。それでは戻ることにいたします。さらにこの森を行きますと三井寺の方に続いています。